皆さんご機嫌いかがですか？リビングライフの時間です。私は埼玉県にあります北本福音キリスト教会の牧師小西直也と申します。今日も皆さんと共にリビングライフのテキストを用いながら御言葉を味わいたいと思います。今日は6月10日水曜日です。今日の聖書の箇所は旧約聖書の列王記第24章の38節から44節までです。リビングライフの今日のテキストのタイトルは、子を顧みられる神の恵みとあります。このタイトルは何を意味するのか、共に学んでまいりましょう。列王記第2、4章、38節から44節。エリシャがギルガルに帰ってきたとき、この地に飢饉があった。預言者の友柄が彼の前に座っていたので、彼は若い者に命じた。大きな釜を火にかけ、預言者の友柄のために煮物を作りなさい。彼らの一人が食用の草を摘みに野に出て行くと、野生のつる草を見つけたので、その鶴から野生のウリを前掛けにいっぱい取って帰ってきた。そして彼は煮物の釜の中にそれを切り込んだ。彼らはそれが何であるか知らなかったからである。彼らは皆に食べさせようとしてこれをよそった。皆がその煮物を口にするや叫んでいった。神の人よ、釜の中に毒が入っています。彼らは食べることができなかった。エリシャは言った。では麦粉を持ってきなさい。彼はそれを釜に投げ入れて言った。これをよそってこの人たちに食べさせなさい。その時にはもう釜の中には悪いものはなくなっていた。ある人がバールシャリシャから来て、神の人に発音のパンである大麦のパン20個と一袋の新穀糖を持ってきた。神の人はこの人たちに与えて食べさせなさいと命じた。彼の召使いはこれだけでどうして100人もの人に分けられましょうと言った。しかしエリシャは言った。この人たちに与えて食べさせなさい。主はこう仰せられる。彼らは食べて残すだろう。そこで召使いが彼らに配ると、彼らは食べた。主の言葉の通り、それは有り余った。今日の聖書の箇所は、列王記の第2、4章の38節から44節までです。この列王記の第2の箇所でしばらくこのエリシャという預言者についての記事が続いています。38節を読みますけれども、エリシャがギルガルに帰ってきた時、この地に飢饉があったということが書かれています。今日の箇所は2つの奇跡が記されているんですけれども、このギルガルに帰ってきた。ギルガルというのはエリコに近いところにあった町ですけれども、どこから帰ってきたのかというと、これはその前の日、昨日の箇所からですけど、続きですけれども、このエリシャはシュネムという場所におりました。ここはガリラ湖に近い方の場所にありましたけれども、そこで奇跡が行われて、その後続いてこのギルガルに帰ってきたわけですね。で、この時に、この地に飢饉があったとあります。そして38節続きを読みますと、預言者の友柄が彼の前に座っていたので、彼は若い者に命じたとあります。大きな釜を火にかけ、預言者の友柄のために煮物を作りなさい。この預言者の友柄というのは、これ出てくる、この預言列王記の第2で出てきますけれども、当時おそらく預言者をこの養成するような学校があって、その仲間たち、学生たちであったように思われるんですね。
おそらく非常に貧しい生活をしていたのではないかと思います。しかも飢饉がありましたから、食べるものがなかったので、それでこのエリシャは彼らのために食事を作ろうとしました。ところが39節を読みますと、彼らの一人が食用の草を摘みに野に出ていくと、野生のツル草を見つけたので、そのツルから野生のウリを前掛けにいっぱいに取って帰ってきた。そして彼は煮物の釜の中にそれを切り込んだ。彼らはそれが何であるか知らなかったからであるとあります。多分飢饉ですから、その鍋を作って料理を作ったんでしょうけれども、野菜が少なかったんでしょうね。それで一人が何かないかと思って、食べるものがないかと思って探しに行って、何かわからないままに持ち帰って、それはウリのようなものでしたけれども、それが何であるかを知らずにそれを刻んで、そして鍋に入れたわけですね。そして40節見ると、彼らは皆に食べさせようとしてこれをよそった。皆が煮物を口にすりやいなや叫んでいった。神の人よ、釜の中に毒が入っています。彼らは食べることができなかった。まあ、この口に入れた途端にこの叫んでいますから、非常にまあ苦い味がしたのか、まあ、その味もひどかったんでしょう。また食べることができなかったとありますから、多くの人がまあ口にして吐き気を催したのか、何かいろんな症状が出たんでしょう。その時にエリシャは41節でこう言いました。エリシャは言った。では麦粉を持ってきなさい。彼はそれを釜に投げ入れていった。これをそってこの人たちに食べなさい。その時にはもう釜の中には悪いものはなくなっていたとあります。この麦粉は、まあ、もちろんこの麦粉自体にも何かの作用があったのかもしれませんけれども、やはりこれは神の奇跡がなされたというふうに見るのが自然だと思います。エリシャが、まあ、この4章のあたりでいろいろな人々のところに、まあ、個人的な必要を満たす、そのような奇跡の働きをなしているわけですね。まあ、エリシャはこの神様が私たちの生活のあらゆる部分で関心を持って、また顧みてくださって、またいろいろな働きもなしてくださる方であるということを示そうとしたんだと、そのように思います。後半にはまた別の奇跡が出てきます。サブタイトルでは100人が食べても余るとありますけれども、これは何かイエス様の奇跡に通じるものを感じさせるものですね。42節を読みます。ある人がバールシャリシャから来て、神の人に初穂のパンである大麦のパン20個と一袋の新穀糖を持ってきた。神の人はこの人たちに与えて食べさせなさいと命じた。43節は、神の召使いはこれだけでどうして100人もの人に分けられましょうと言った。しかしエリシャは言った。この人たちに与えて食べさせなさい。主はこう仰せられる。彼らは食べて残すであろう。まあ、当時もこの初穂の捧げ物というのがなされていましたが、この国はエリシャがいたのは北イスラエルというところで、ここには、まあ、旧約聖書でいう正統的な祭司、このアロンの家系から来る祭司はいなかったんですね。で、普通はこういう聖書の教えに従えば、初穂の捧げ物というのは祭司に捧げられなければいけないんですけれども、アロンの家系の祭司がいなかったので、まあ、神の人と言われたこのエリシャのところにこの捧げ物が持ってこられたんですね。それはパンが20個と一袋の新穀、まあ、おそらくこれはトウモロコシのようなものであっただろうというふうに言われています。でもどのように考えても、これをこの人たちに与えなさいというふうにエリシャは言いますが、この43節を見るとこの人たちというのが100人いることがわかるんですね。100人をこの満腹にさせるにはどう考えても、まあ、足らないわけですけれども、それでこの神の召使いがどうしてこれらのもので100人の人を満たすことができましょうかと尋ねます。しかしエリシャはこの43節の最後のところに、主はこう仰せられる、彼らは食べて残すであろう。エリシャは神様から啓示を受けていたんですね。そしてこの神の力を信じなさい、そして私が命じる通りにしなさいという言葉をエリシャは神様から受けてたんですね。ですから、まあ普通に考えると、この20個のパンで100人を満たすことは難しいというふうに人間的には考えるんですけれども、
エリシャは神様の啓示に従って、その神様の命じるままにこの100人の人に分けなさい、神様がこうおっしゃっているからというふうに言うわけです。そして実際にどうなったかと見ると、44節にそこで御使いが彼らに配ると彼らは食べた、主の言葉の通りそれはあり余ったと書いてあります。そのように、ここでも、2つの奇跡がいろいろなこの人々の生活の中の必要を満たす、そういう奇跡が起こりました。特にこの2つ目の奇跡というのは、イエス様が5つのパンと2匹の魚で5000人の人を給食をしたという、その予言、奇跡に非常に似ていることを感じさせられますけれども、エリシャは旧約聖書の中の預言者の中で特にこのイエス様の奇跡の、モデルのような働きをしたというふうに言われることがあります。私たちも生活の中にいろんな必要があるわけですけれども、でも神様により頼むときに私たちの思いを超えて、あるいは想像を超えたところから不思議な助けが起こったり、不思議な満たしが与えられること、その神様の力を信じて私たちも歩んでいきたい、そのように思います。今日の箇所で中心人物はエリシャという預言者ですけれども、エリシャが働いていた時代というのは、特にこの北のイスラエルの国は本当に不信仰、人々は不信仰に陥っていた時代でしたけれども、決して神様は人々を見捨てることなく、このようなこの中でも様々な奇跡を持って人々の必要を満たしておられます。私たちの住む時代も本当にこの周りは不信仰の多い時代ですけれども、でも神様を信じていくときに、私たちの中にも神様が働いてくださることを信じて、これからもどんな時も主を信じ続けていくものでありたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、あなたはエリシャを用いて必要を覚えていた人々にこの恵みの奇跡の技を成してくださいました。神様は今も働いておられて、私たちのためにも同じように働いてくださることを信じます。どうぞ、いつもどんな状況でもあなたを信頼し、あなたにより頼み、あなたに祈り続けていくものとならせてください。救い主イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。